今日ね、朝起きてみたら、グーがね、死んじゃってた。グーが死んじゃったよ、ついに。もうこれで、いない。最後のグーがね、死んじゃったから、もう、いなくなっちゃった、エビちゃんたち、俺の。グーとスーにチョロ。グー。グーよ。かわいそうに、グー。今までありがとうな、グー。やっぱり脱皮の失敗が原因かな。いや、でも一日経ったら元気になったからさ。ちょっと安心してたんだけど、やっぱ脱皮失敗したら死んじゃうよね。まあ一日持ったの奇跡だろこれ。グーよ。いや本当にグー。天国に行ったかな、グー。はあ、くそ、最後の一匹が、グーが死んじゃったよ。ありがとう、グー。お前と一緒に入れてよかったよ。短い間だったけど。ああ、くそ、やっぱりね、生き物飼うとね、別れが辛いよね。いや、でもしょうがねえよな。いつかは死んじゃうもんな、生き物は。くそ、グー。いや、マジ生き返ってくれ。あんなに元気にさ、泳いでたのにさ、死んじゃうんだもんな、こうやって。大事だわ。命ってすげえな。いや、ほんと命すげえわ。あんなに元気にさ、この水槽泳ぎ回ってたのに、もう死んじゃったら動かないんだもんね、全然。グー。くそー。まあでもしょうがないよな。うん、しょうがない。くそー、つらい。あー、マジでつらいわ。チョロもね、スーもね、みんな同じ金魚に食われた。あの、めちゃめちゃでかいのいるんだけど、一番でかいやつ。もう、あいつが他の金魚に食わせないように、もう、どけと。まあ、あれだな。グーもそいつに、食わせよう、漁草。金魚の栄養に、うん、しよう。グーよ。あんなに元気だったのにな。もう全く動かないよ。ということで、2014年のカブトエビ、最後のグーがね、今日死んじゃったから、うん。また来年も育てよう。いやでもな、来年どうしよう。いやーもう今の気持ちではね、いやでもな、またエビちゃんに会いたいから、育てたいんだけれども、やっぱりな、辛いからな。死なれるのが本当に辛い。どうしよう。まあ考えとくわ。考えとこう、とりあえずな。とりあえず考えて、いやでも大丈夫だろ。育てよう。うん。もう別れ、ね、もう死ぬの、さ、別れをビビってたら何も買えないじゃん。だからさ、一生懸命愛情いっぱいに育てようか。くそー、カブトエビもうちょい寿命長きらな。寿命短すぎるよね。1ヶ月。まあ長くて2ヶ月だっけ？あ、2ヶ月生きないかな。せめて2年ぐらいだったらな。グーよ、さよなら。今から金魚の餌にね、して、天国に、うん、行けるように、漁草にするわ。はぁ、グー、ありがとう。じゃあまた来年。いや、もしかしたらね、育てないかもしんない。ちょっとマジでつれ。へこむわ、ほんとにね、一匹もいなくなるとほんとにつらいわ。
チョロとかさ、スー死んだ時もすごい悲しかったけど、やっぱりまだいたからグーがさ、癒されてたんだけれども、もういないから、もうこの空の水槽見たら本当に悲しくなんない。いつもひょって見たらさ、元気に泳いでたのに、もういない。いや、本気つらい。もうクソ！まあいいや、とりあえず、うん。また来年ね。また来年、エビちゃん、うん。育てるわ。育てよう。うん。エビちゃんでお会いしましょう。最後の、グー。バイバイグー。さよなら。もう金魚が荒ぶってるわ。感づいたのかな？腹立つな。クソ。金魚。金魚腹立つな。いや、まあ、腹、まあ、うまいんだろうね。金魚からしたらね。うん。はぁ、クソ。じゃあ、グーよ。さよなら。また来年違うエビちゃんでね。まあ、もしかしたら卵あるかもしんないから、ちょっと乾燥させてみるわ。うん。来年、ちょっと育ててみようよ。よし。マジで辛い。くそー。もうダメだ。今日は飲みに行くしかないな、これは。今日はこれはもうたっぷり。飲むしかないな。くそー、食って、筋トレして、本読んで、リラックスしよう。じゃあ、グー、バイバイ。いや、もう何回もね、いや、もうね、別れをね、決めるっていうか、もう決心するっていうか、もう覚悟するっていうかね、受け入れたいんだけど、なかなかちょっと、いやーマジで悔しいな。悔しい。もっと長生きさせたかった。まあしょうがないか。来年はちょっとね、2ヶ月とか目指したいわ。うん、やっぱり2回育ててだいぶ分かってきたから、よし、来年頑張ろう。じゃあグー、バイバイ。あー、すげえ悲しい。